どうもショロです。妖怪地図全開の地図からやっていきたいと思います。今回なんですが、クーマ仮面の、最後のイベント、最後のクエストを受けようと思ったら、感知クエストを、クリアしておく必要があるので、感知のクエストをクリアしていこうと思います。感知のクエストも3つあるんですが、1つ目の、あれ買ったから打ち狂うはクリアしているので、次ですね。あと2つ残ってるので、それをちょっとクリアしたいと思います。あ、ヒカロン、ヒカロン見に来たの？何のこと？60年前の桜町してんだよ。だからここにいるんじゃないの？僕さ、最近結構ここ来てるんだよね。感知ってこういう昔の興味ないと思ってた。まあ基本的にはね。でもちょっと例外もあってさ、レトロでアンティークなおもちゃってやつ？こういうのプレミアついてるんだよね。だからちょっとハマってるんだ。でもなかなか手に入らないんだよね。オークションとか使わないとさ。あれ？でも俺、こういうおもちゃな見たことあるよ。え、マジ？もしかして手に入ったりする？そうだな。もしかしたら昔の桜町なら、おお、桜町ね。プレミアついてるんだよね。ボスメルブ24。カンチが昔のおもちゃにハマっている。昔の桜町なら、そういうのも手に入るかも。なるほど。できないことはないと思うよ。すごいじゃん。一体どんなルート？あ、それはちょっと言えないかな。秘密か。まあ、しょうがないよね。うん。あっちゃー、すごい食いつき。ガラズミこちゃ、答えちゃいましたね。でも私たちはこの60年前に行けますもんね。ああ、でもどこにあるんだろう。経図はくれないだろうな。あ、おもちゃといえば商店街におもちゃあるじゃないですか。60年前の商店街にも同じお店があったりするんじゃないです？そっか、花道商店街だね。うん、行ってみよう。手に入ったら持ってきてよ。僕も何か用意しようからさ。プレミアついてるんだよね。はすい。さて、桜町に移動すると。まあこれ。ナビ、しときます。あ、ちなみにこれ、氷炭池博物館の1階で受けれます。2個目のやつね、感知のクエストの。1個目は感知の家で確か受けられたはずです。にゃ、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 にゃ。でー。公民館から行った方が近いと。公民館、あ、見せた。公民館行きましょう。とりあえず俺は熊の続きがしたいからな、早く。熊の続きするにはこれクリアするしかないんで、これをクリアします。感知はやっぱ熊の方が面白そうですよね。単純に。んてるてってんてってん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 危ね。商店街におもちゃ屋さんがあるらしいから、ここだ！お、ありました。ん？ねえ、君、ここっておもちゃだっけ？何言ってんの？駄菓子屋だよ。違うんだ。そんなにうまくはいきませんか？別の場所探しますかね？ふふ、でもおもちゃではないわけじゃないよ。駄菓子屋のくじでね、2頭がおもちゃだったの。あたし当たったの、すごい？うん、すごい。でもね、これ男の子用なんだ。え、それじゃあ、もしかそれいなかったりする？そうだな、うん、あげてもいいよ。ほんと、やったー！男の子用だもんね。でも、ただじゃダメだよ。お菓子がいいな。それと交換。すっごい美味しいスナックがいい。だって、ここのお菓子全部食べちゃったんだよね。だから、ここに売ってないよ、なんてね。イカルくん、チャンスです。ここに売ってなくても、現代ならば。うん、そんな名前のお菓子あった気がする。お菓子？すっごく美味しいお菓子？あったかなんだやつ。雪かきっぴどっさりチーズコーン。お、バリウマスナック。これっぽいぞ。まあ、喋りかけてみよう一回。このお店には売ってないのはすっごい美味しいスナックだよ。見つかった？私のおもちゃと交換してあげる。こういうのどうかな？バリウマスナックって言うんだけど。うわー、それ見たことない美味しそうな名前。うん、交換してよ。それくれる？渡す。これ確かあれですね。現代のスナック雪女で買えますね。桜中央シティの夜に買えるとこですね。夜やったかな？夜やったと思う。わあ、ありがとう。大事に食べるね。あ、じゃあね。私からもこれね。全然使ってないやつだからピカピカだよ。うん、ありがとう。お、レトロで綺麗なおもちゃを手に入れた。レトロやけど綺麗みたいなね。んにゃ。まあ、バリウマスナックぐらいはまあ結構持ってる人多いと思いますけどね。バリウマー。テテテンテテンテラテン。テテ
でん。まあ、ちなみにスナック行っときましょうかね。じゃあ一応場所だけ。まあ、夜じゃないと多分開いてなかったと思うんですが、まあ、場所だけ一応行っとこうと思います。ついでにね、スナック夕日オンナー、あの桜町市のあの焼き鳥屋さんとかあの辺があるとこですね。夜の街みたいな、うん、夜の街なんかあれは。まあ行きましょう。じゃあね、ジバニャンベルはいいよね。やはりいいんすよね、ジバニャンベルは。運河橋を使ってワープ。桜中央シティどこや。あった、これで。ここの、スナックですね。てってくてってくてんてくてん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 。いきまーす。この飲食店でありますね。ここですね、飲食店。ここの真ん中がスナック雪女です。あ、いました。スナックの雪女。ここですね。開店前かな、まあ、夜に開いてるんで、ここで、おかみさんから、おかみさんっていうかな。まあ、スナックのマスターから、買うことができたはずです。いや、できます。確実にね。確実にできちゃいますよ。まあ、というわけで、じゃあ、まあ、僕はもう、持ってたんで、感じておきましょう。じゃあもう感知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 、喜ぶやろな。これは喜ぶぞ。感知どこや。また、ひょうたん池博物館へレッツゴー。てってってって、めちゃくちゃでも簡単なクエストやったな、これ。さて行きましょう、行きますおよ。感知感じ、ほら、これ。レトロで綺麗なおもちゃを手渡した。お、これは、どうしたの、こういうのじゃなかった。いやー、こういうのだよ、こういうのだけどさ、これさ、新しすぎるよね。うん。最近よく出てるんだ、再生産された復刻モデルってのが。これってさ、その復刻モデルでしょ。惜しいな、これじゃないんだよな。違うけど。いやー、しょうがないよね。僕もそこに行ってなかったし。とりあえずこれは返しとくよ。僕が持ってても悪いしね。レトロで綺麗なおもちゃを返された。それでは僕はそろそろ帰るよ。もうここも見飽きたしさ。本当に昔のなんだけどな。まあ、こんなにピカピカだと信じてもらえないでしょうね。メッケモンとかにあるんじゃ。でもどうしよう。ちゃんと古いおもちゃなら無理だよ。そうですね。いらないと。え、何？古いおもちゃどこあるの？んちっちっち、それを使うんです、そのおもちゃを。あ、これを汚くしてもらうわけや。私たち過去にも行けるじゃないですか。んということはですね。このおもちゃを過去のどっかに隠してしまえばいいんです。え、なんで？ふふふ。その隠したおもちゃをですね、この現代まで隠しておく。するとどうなると思います？それ古くなっちゃうよ。あ、そういうことです。これで古くなったおもちゃをゲットです。うわぁ、なんか強引。でもいける気がしてきたよ。ういっす。なかなか冴えてるでしょ？では隠し場所を決めましょうか。60年前におもちゃを隠して現代でも見つけられそうな場所。そんな素晴らしい場所を探し出すのです。そんな場所って、おばあちゃん家くらいかな。おう、おばあちゃん家ね。結構まだ続くんやな、これ。ばあちゃーん。過去のばあちゃん家行かなかもけやな。過去編行かなかもけやな、ばあちゃん家の。まあ、とりあえずじゃあ、ケマモト行きますか。おばあちゃん家が多分過去と現代行き来できなかった気がするんで。まあ、現代。お。ケマモン。よっ、あげぴろーん。よーし、行きます。過去編、過去へ旅立つ。さてと、走れ。オッケー、ワープします。ペロン、ペペペペロンチーノ。過去ばあちゃんち。過去ばあちゃんち。過去ばあ。ばあちゃん！お、またこれ貼ってある。まあ、いいわ。昔の家。まあ、確かに昔の家やけど。終わった。
こことかどうかの仏盤の仏壇の奥とかおもちゃも隠せない？この仏壇なら60年後まではずっとあったと思うし。確かにありましたね。お満場お供えしましたもんね。大事な場所だしさ、こんなん誰も取らないと思うんだ。ごめんばあちゃん、ちょっと場所借りるね。縁か仏壇借りて。仏壇に隠した。うぃっ、それでは現代の仏壇をチェックですよ。まだすごい場所に隠したな。仏壇に隠すとはまさかの展開、まさかのミステリー、まさか懐かしいな、まさかのミステリー懐かしいな。島田紳助さんが司会のね、菅健太くんとか出てましたね、まさかのミステリー。まさかってね。よっしゃ戻ろう。結構勘違い長えなこれ。ガリーマスナックとか持ってなかったら結構めんどくさかったもんな。だってあれわざと夜に行ったりしてなかったから。息切れが激しいね。行こう。あげぴろん、大きいご会長、ご会長、あげぴぴろん。さて、おばあちゃんにワープしましょう。テク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 。ばあちゃん、ばばばばばあちゃん、おばあちゃんち。おばあちゃんの家、行きましょう。この仏壇を調べれば、汚くなったおもちゃが出てくる、という算段ですね。でも、同じおもちゃやったらバレるんちゃう？バレはせんかもしれんけど。イガルくん、おもちゃを隠した場所、覚えてます？うん、この仏壇のちょっと奥の、あった！すごい感じ古くなってる。作戦通りでウィス！私の様、たまには当たりますね。自分で言うんだ。では早速、彼のところに持って帰りましょう。レトロで古びたおもちゃを手に入れた。古びてるね。まあ、60年経った古びるか、そら。古びる、キルビルみたいな。デルビルみたいな感じだな。キャンチ。キャンチの家は、ヒルズやから、そういう数ヒルズ。ヒルズ族やからな。カンチヒルズ族やからな。行くか。よっしゃ、行こう。ネオヒルズ族カンチの元に行くぞ、俺は。カンチ！カンチは結構金持ちやからな、あいつは。カンチは金持ちやで、スネオと一緒やからな、設定としては。スネオー！で、クマはジャイアン。貧乏な感じやな、どっちかって言ったら。で、フミちゃんが静かちゃんやな。ただ、フミちゃんがあんま出てこへんだな、これ。男の子編では。あ、ちゃうちゃうちゃう。ミスった、ミスった。しまったしまった、しまくらちよこ、行こう。行こう。行こう、レッツゴー。レッツゴー。レレレッツゴー。カンチくん、絵柄どうしたの？何か用でもあった？もしかして本当に昔作られたおもちゃ見つかったとか？で、そう簡単に見つかるわけないよね。絵柄くん、カンチに見せつけてやりましょう。わざと手間暇かけて古くしたおもちゃを渡しますと。レトロで古びたおもちゃを手渡した。これってこの間と同じやつじゃない？まあまあよく見てよ。うん、あ、これ、このいい感じの錆びつき。もしかして、もしかしてこれ本当に昔のおもちゃじゃない？ヒカルすごい本当に入れてくれたんだ。うん、ちょっとね、もう一度探してみたんだ。しかもちゃんとこの間と同じおもちゃだし。うん、あはは。まさか全く同じおもちゃだなんて思わないでしょうね。ねえ、ヒカル、これさ、本当に僕にくれるの？うん、いいよ。やった、ありがとう。じゃあ僕ら何かあげないとね。そうだな、これなんかどうかな。パパの知り合いのカメカメラの社長にもらったんだけどさ。確かにレトロなんだけど、ちょっと僕の趣味じゃないんだよね。お、カメカメラの人形手に入れた。うわぁ、俺の趣味でもない。まあいいじゃありませんか。しかしよく考えると、一袋のバリウマスナックを交換してこんな置物にまでなっちゃったんですね。まあ大変だったけどね。わざわざ古くなったおもちゃの方を選ぶなんて、マニアックな趣味の人っていうのはめんどくさいもんですね。うん、めんどくさい。プレミアついてるんだよね。まだ60年前だったらまだプレミアほどつかんへんよな。ウィス !600 年前ぐらいだったらやばいぐらいプレミアつくかもしれない。お、ミュージックカード。いいね。ボーナスチャンス。よっ。わーこのまったり感やな。お、苦ーいキャンプ。はい。
というわけで今回の感知クエストはこれで一旦終わりです。あともう一個感知クエストと、あと熊のクエストがあるんで、次、熊のクエストがいたら熊行きます。で、感知しか行けなかったら感知行こうと思います。まあ、どっち行くかわからないんですけど、まあ、どっちかのクエストをクリアしていこうと思うので、そちらの方もぜひ見てほしいなと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。